チェコの歴史。この項目では、チェコの歴史を記述する。この地域は神聖ローマ帝国、オーストリア帝国、オーストリアハンガリー二重帝国、ナチスドイツ、ソ連など、周辺の諸勢力の影響を受けてきた歴史をつ。紀元前5世紀から2世紀にかけて、ケルト系先住民ボイージンの名により、西部の広大な盆地とモラビアの丘陵、チェコは、ボヘミア、ドク、ベーメン、 ブーマンと呼ばれた。一世紀頃から、ゲルマン系民族のマルコマンに、クワディ・ランゴバルドが定住した。二世紀には、ドナウ川流域で、マルコマンに戦争を起こした。五世紀頃、ゲルマン系民族が西へ移住すると、西スラブ系のチェック人が定着した。七世紀には、フランクの商人サモがモラビアを中心に国家を建設した、サモ国。 サモの死後間もなく滅びたが、その基礎は次のモラビア王国に受け継がれ、これがマジャール人の寝室で衰退すると、ボヘミアには10世紀頃に王国を建てた。大モラビア王国がマジャール人に滅ぼされると、10世紀にはチェヒ人、チェコ人のプシェミスル家によって建国された。またボヘミアにはバーツラフ一世が王に即位し、ボヘミア王国が成立した。 10世紀の終わりにはカトリックを授与した。1003年、ポーランド区下であるピャスト家のボレスワフ一世、後のポーランド王国初代国王ボレスワフ一世、ーカン王が、チェコ全土を武力で制圧し、ポーランド公、ボレスワフ一世兼ボヘミア公、ボレスフ四世となった。プシセミスル家のヤロミールは神聖ローマ皇帝、ハインリヒ二世と、結託して、神獣を誓い。 ボヘミアを神聖ローマ帝国の両方として、ドイツ人を引き入れることを約束したことで、翌年ボレスワフ一世から、ボヘミア公の座を取り戻したが、この結果ボヘミアは、オーストリア帝国に引き渡されるまで、神聖ローマ帝国の両方となり、歴代君主は、実質的には、ドイツ人の区靴となって、20世紀に、チェコスロバキアが独立するまで900人以上もの間。 政治的にも、社会的にも、実質上は、ドイツ人の強い影響下に置かれることとなった。11世紀には、ドイツ人の移住が進み、ドイツ文化が浸透した。13世紀には、ボヘミア王国は豊富な鉱物資源や、商業の勃興で繁栄を極め、ハンガリーや、バーベンベルクや断絶後のオーストリアにも、勢力を伸ばした。1212 12年をたかる一世の時に、 ボヘミア王国は、称号と世襲が認められ、続いて神聖ローマ帝国によって、先帝公とされた。その二代後のおたかる二世は大空位時代に乗じて、神聖ローマ皇帝の位を狙うがミカド選挙で敗北し、その後帝国はハト系を先せられるなどして、領地の大半を没収され、ついには、ハプスブルク家の神聖ローマ皇帝ルドルフ一世に、マルヒフェルとの戦いで敗れて死んだ。 その結果、オタカル二世の次の代には、プシセミスル王朝は途絶する。プシセミスル朝が断絶すると、ドイツ系のルクセンブルク家が、ボヘミア王を世襲した。ドイツ人の外来王朝の下で、一層のドイツ化が進んだ。国王カレル一世が新生ローマ皇帝カール四世に即位すると、1348年に、プラハカレル大学を創立するなど学芸に力を入れ、プラハは、 当時のヨーロッパ文化の中心となった。15世紀に入り、教会大分裂が起き、カトリックが動揺していた頃に、プラハカレル大学の総長のヤンフスが、英国のウィクジフの影響を受け、教会改革を断行。教会を牛耳っていた、ドイツ人を追放、教会世俗権力を否定した。これが、ローマ教皇の激輪に触れ、フスとプラハ氏は破門され、1414 14年の、 コンスタンツ公会議でフスは、異端として、家系となった。フスの協議は、ボヘミア人と一部ポーランド人の広範な支持を得ていた。ため1419年には、フス戦争が勃発。ボヘミアにおけるフス派は、恩賢派、ウトラキストと急進派、ターボル派に分かれて、対外層と内部構想を長期にわたり続け、17年後1436年に、皇帝。 ジギスムントとボヘミア代表団の間で言い,い、フラバ協約が締結され、フス戦争は終結した。その翌年には、ジギスムントは死去。ルクセンブルク王朝は断絶し、神聖ローマ皇帝には、ハプスブルク家のアルブレヒト二世が即位する。ルクセンブルク王朝断絶後、神聖ローマ皇帝に、アルブレヒト二世が即位したことで、ボヘミアは、ハプスブルク家の支配下に置かれる。 しかし、ポーランド王国、ヤゲロ朝、ハンガリー王国と実質的な支配者は転々とした。オスマン帝国がモハーチの戦いでハンガリーを滅ぼすと、ボヘミア議会はフェルディナント一世をボヘミ王に選出した。この頃からボヘミアは、領主階級から地主階級へと変質した貴族による議会が、ボヘミア王を占拠するようになった。 ハプスブルク家が神聖ローマ皇帝とボヘミア王を兼ねるようになると、プラハは神聖ローマ皇帝の王宮、政治や文化の中心として発展した。とりわけ、ルドルフ2世在位、1576年から1612年、ボヘミア王は1575年の1612年は、プラハ城を主たる巨城とした。教養人だったルドルフ2世は文化や芸術を保護したため、 その下には、ルーランとサーフェリーをはじめとする多数の芸術家が集まり、帝国の首都としてプラハは文化的に大いに繁栄した。当時、ボヘミアではフスハやルターハといったプロテスタント勢力が力をつけてきていたが、歴代皇帝はカトリックを推し進めたため、両者の争いが絶えなかった。しかし、ボヘミアは先定皇領であったため、皇帝即位の評価ための必要から、歴代皇帝は、 ある程度の妥協をしてきた。ところが、1618年、敬験なカトリック信徒のフェルディナント2世は、ボヘミア王に即位すると、プロテスタントを弾圧し始めた。これに反発した民衆が1618年に、プラハ総外党的事件を起こすと、プロテスタント諸侯たちは国王への敵対をあらわにする。翌年、フェルディナント2世が、ボヘミア王を兼任したまま神聖ローマ皇帝に、 即位すると、ボヘミア議界は、フェルディナント二世を廃し、新京都のプファルツ戦帝公、フリードリヒ五世を新国王に選出す。皇帝は、鎮圧軍を派遣し、三十年戦争、1618年から1648年が始まった。プロテスタントのボヘミア諸侯は、他国のプロテスタント諸侯と同盟したが援軍は、 派遣されず、土地に縛られて、濃度となっていた農民の支持も得られないまま、1620年の白山の戦いで大敗し、フリードリヒ五世はわずか1年と4日で大いを追われた、不要。戦後、首謀者の処刑や財産没収といった厳しい処置が取られ、プロテスタント勢力は一掃された。とりわけ1627年の診療法条例によって、議会は、 権力のほとんどを奪われ、ボヘミアは、ハプスブルク家の俗領となった。これにより、多くのボヘミア貴族や新京都が亡命し、ヨーロッパ各地に散らばった。また、1638年のスウェーデン軍のボヘミア侵攻により、戦場となり、ボヘミアに4万近くあった村落が、約6000に減ったと言われるほど荒廃し、人口が激減した。1648年には、 スウェーデン軍にプラハが包囲された。プラハが陥落する前に戦争は終結したが、プラハ王宮はスウェーデン軍に突入され、歴代の国王、特にルドルフ二世が収集した美術品の多く、クリスティーナ女王の下へ持ち去られた、彼女の大義のローマへ運ばれ、今はほとんどがバチカン美術館に収蔵されている。1648年にベストファーレン条約が締結され、 戦争は終結した。この条約で、新京都、特にカルバン派の権利が認められた。その一方、ハプスブルク家のボヘミア王位が確立し、絶対王政下に圧政が敷かれることになった。ボヘミア王を兼ねる皇帝の王宮は、ウィーンとなり、政治、文化の中心の地位を失ったプラハは、人口が激減する。また、チェコ語の使用禁止など、宗教的、 文化的弾圧を受け、チェコは独自の文化を失い、ドイツ化が急速に進んだ。こうして19世紀初頭まで続く長い暗黒時代を迎えた、とされてきた。しかし今日では、ドイツ化が強要されたという説は、支持を失い、暗黒時代主観は退りけられている。チェコ語が禁止された事実はなく、むしろ、ドイツ語と並ぶ、公用語に位置づけられ、 ハプスブルク家の君主教育にも組み込まれた。国内外との交流が盛んになり多言語話者が増える中、相対的にチェコ語の地位が低下したというのが真相である。社会は大きく変動したが、その最大の受益者は戦前からのチェコの大貴族やチェコ出身の中小貴族であった。オーストリアの大貴族がチェコに進出したのは事実だが、これは 近世後期において、ハプスブルク県の大貴族が中央に幅広く所領を形成するようになったためである。フランス革命に始まり、フランス革命戦争、ナポレオン戦争によって、民族主義と国民国家の理念がヨーロッパに広まると他民族を包含する封建主義のドイツ人支配の帝国であるオーストリア帝国を聞く揺さぶった。 大ドイツ主義を唱えるオーストリア帝国がドイツ統一運動から排除され、プロイセン王国主導で小ドイツ主義によるドイツ統一が進められるようになると、オーストリア帝国は独立運動を展開するハンガリー人とは教師、ドイツ人型民族を支配する帝国から、ドイツ人とハンガリー人はそれ以外の民族を支配する帝国、オーストリア帝と王国、ハンガリー王国からなるオーストリアイコール、 ハンガリー帝国に体制を変化させた。これは、ドイツ人とハンガリー人の次に、人口の多い、スラブ人の民族主義を刺激し、ハンスラブ主義が勃興した。音楽家のベドルジ派、スメタナ、アントニン・ド・ボルザーク、レオシュ・ヤナーチェクが現れ、チェコやモラビアなど、西スラブ民族音を元にした作品を発表し、美術では、モラビア出身のアルフォンス・ミューシャがハンスラブ主義を鼓舞する。 作品を描いたのは古事記である。第一次世界大戦後の1918年、チェコとスロバキアが合同し、チェコスロバキア共和国として独立した、トマーシュ・マサリク大統領の下で、他の東欧諸国が独裁ある、一権主義体制へ陥る中で、民主主義体制を堅持した。しかし、国内に300万人を数えるドイツ系住民、 ズデーテンドイツ人に代表される少数民族、問題は解決されることなく、大恐慌による経済の悪化も重なって、逆に、ヒトラー政権に利用されることになった。そして1938年9月のミュンヘン会談で、ズデーテン地方をドイツに割譲。一方、この隙に乗じてポーランドは、かねてからの争点であったザ、ザオールジェ地方に侵駐して、これを占領した。 翌1939年には、ナチスドイツが進駐し、チェコスロバキアは解体され、ボヘミア・モラビア地方が、ドイツの保護領となった。1945年、ナチスドイツの敗走の結果、ソ連軍によって、国土の大半が解放される。スロバキア東部の都市コシツで、コシツ公領が発表され、エドバルド・ベネシュを中心とするロンドン亡命政府と、 共産党との連立政府が発足。ベネシュ大統領の下で東西の架け橋を標榜する。ベネシュ大統領はドイツ系住民及びハンガリー系住民の市民権の剥奪と私有財産の募集を命ずる大統領令を発し、これにより領内に住んでいた250万人を超えるドイツ系住民を追放してドイツ人問題を解決した。 1946年の選挙で共産党が第一党になるが単独で過半数を得るには至らなかった。また、スロバキアでは第二党に甘んじる結果となった。それでも共産党の指導者であるクレメント・ゴットワルトを主犯とする内閣が成立した。1947年、マーシャルプランへの参加を表明するが、ソ連の圧力で撤回する事態が生じた。 当時外務大臣であり、モスクワにソ連指導部との会談に赴いたヤンマサビクが、一国の外相としても加え行ったが、ソ連の下僕としてプラハに戻ってきたと述べたと言われるように、日増しにソ連及び共産党からの圧力が高まっていった。そして1948年2月に、非共産党系の閣僚がベネシュに辞表を提出し、ゴッドワルト内閣の総辞職をもくろむが、 共産党は、労働組合などを動員し、ベネシュに圧力をかけた。結局、ベネシュは辞表を受理し、共産党と社会民主党左派からなる政権が成立し、チェコスロバキアにおいて共産化が完了した2月事件。3月には、閣内に残っていたヤンマサリクが外務省の敷地で遺体で発見され、秘密警察による暗殺説がささやかれる中、政府は事故死として、 事件を収集した。またベネシュは大統領職を辞し、9月3日に死去した。ベネシュに代わって大統領に共産党の指導者、クレメント・ゴットワルトが就任。機関産業の国有化や農業集団化を推進し、ソ連型社会主義の建設に努めた。またソ連融合対立の影響を受け、国内で地頭主義者に対する粛清、弾圧が吹き荒れた。この動きは、 次第に、スロバキアの自立を求めるスロバキア共産党員にも、及び、グスターフ・フサークは、終身刑、元外相、ブラジミール・クレメンティスが処刑された。さらに粛清の波は、1952年には、初期長であったルドルフ・スラーンスキーにも及び、頂点に達した。1953年、ヨシフ・スターリンの葬式から帰国したゴットワルトが、その後を、追うように死去。 当代一初期にはアントニーン・ノボトニーが大統領にはアントニーン・ザー・ポトツキーが就任。1956年のソ連共産党第20回党大会におけるスターリン批判は隣国ポーランドとハンガリーで体制危機を招いたがチェコスロバキアではその影響は体制を揺るがすまでには至らなかった。1960年に発布された憲法によって 国名はチェコスロバキア社会主義共和国となり、社会主義建設は順調に進んでいることを内外に印象付けた。しかし、1960年代に入ると、経済成長の鈍化、スロバキアの自治要求、知識人や学生などからの批判が高まり、1968年1月、ノボトニーに代わって、アレクサンデル・ドゥプチェクが、東大一初期に就任。人間の顔をした。 社会主義を掲げ、言論の自由化や、計画経済への市場原理の導入、粛清犠牲者の名誉回復といった、共産党体制の改革を進めた毎年春に、開催される音楽祭にちなんで、プラハの春と呼ばれる。しかし8月、西側化を危ぶんだソ連が、ワルシャワ条約機構軍を介入させて鎮圧、チェコ事件、プラハの春は終わりを告げた。 1969年4月、ルプチェクは、東大一書記を解任され、代わって、グスターフ・フサークによる、が始まり、改革に賛同していた党員や、知識人などは、公的生活から追放された。1977年、哲学者、ヤンパトチカや、劇作家、バーツラフ・ハベルなどが検証77を発表し、政府の人権抑圧に抗議する運動を起こす。 1989年11月17日、ビロード革命により共産党体制が崩壊した。大統領に、ハベルが、連邦議会議長には、ルプチェックが就任した。市場経済への移行政策や連邦政府と共和国との権限配分をめぐって、チェコとスロバキアの対立が深まり、1993年1月に、スロバキアとの連邦を解消し、チェコ共和国に、 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。